今日は遅刻しませんでした。ありがとうございます。皆さんのね、まあ、口酸っぱく言ってますけれど、皆さんが見たいという欲求のために、ね、僕は遅刻しません、ね。1分1分ね、大事にしていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。ちなみに昨日 TikTok やったんだよ。 ね、閲覧300人だったうん昔はね1000人ぐらい来ていたんだけどおわこになってましたええー、300人かそってたはいパルちゃんおはようございます行ったよありがとうねうんでも 昨日 TikTok の稼ぎ見たら2万円稼いでたよ。すごいよね TikTok。普通になんかあの、来てくれていて、来てくれていたっていうかふわっちの人じゃないんだよね。そう。ふわっちの人じゃない人に投げてもらった。2万円。ふわっちの人も投げてくれてたけど高いアイテムは多分違うと思う。 チキベっていうね、方なんだけど。ありがたいよ、だから。病気なんですかいえ、いたって普通です。ただ太ってるだけです。はい。まあ、そんな感じで、今日もね、あの、ふわっち大炎上ニュースやっていくんでね、皆さん。よろしくお願いします。体調悪くないよ。めちゃくちゃ元気です。はい。元気だし、 なんて言ううだろう配信をやりたくて仕方がなかったねき昨日はちょっとメンタル落ち,落ち込んでたけどもう今日はもう朝の10時ぐらいからやってやろうかなぐらい思ってましたよなんでいやーなんでかっていうとまあ配信に意欲があるからですよめちゃくちゃ、えー、浮気してません呼吸と捨てもないですはい ところどころね、あの、アニメの、ね、あの、俺には通じるけど、通じないアニメの話出さないで。死なないからみんな。早くやれよ。じゃあやりますか、今日も。ええー、すごくね、文句、ブータラブータラ言うやついるんで。おはようございますウワッチニュースキャスターの、おまわりです ちなみにですね、今、皆さん、イベントやってます。はい。無料でもいいんでね、投げてってください。お願いしますね。おはようございます。ふわっちニュースキャスターの、おもりです。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、 知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ていってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。 さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。でやっていきます。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします よろしくお願いします。清潔感なさすぎ豚お前のコメント汚いよ。直した方がいいよ。綺麗な言葉としてね。俺も TikTok 仕様になってるからね、今。お上品な言葉使ってください。えー、ちょっと待ってくださいよ。イベント中なのに。えー、もう、もっとなのこれ。 500人しか無料投げられ、投げられてないけど、これ。500人以下か。参、参考だから。もう、150人ぐらいしか投げられてないわ。投げてってよ、無料ぐらい。なんでそのいけずなんねえ。お願いしますよ。はい。せめてね、無料ぐらい投げてくださいよ。じゃあ、行きます。 ふわっち、社会的ニュースです。社会的ニュースとは、昨日影響を与えた、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーラでございます。はい。それを、ふわっち、社会的ニュースです。めちゃくちゃためになるんでね、えー、よければ見てってください。あの、炎上ニュースより、 絶対にためになるんでねえっていうこと許容をねあの覚えれるんで見てってくださいねじゃあいきますフワッチ社会的ニュースですじゃあまず早速一つ目のニュースからあれ何これもうイラつくわこれあこれでいいのか でメモ書きをね、ちょっとメモ帳に書いてるんでね。じゃあまず一つ目のニュースから。たかがみかん6個です。そんなみかん6個でこんな判決が下りました。皆さん、ぶっちゃけ言うと、他人の家から果物を盗んだことありますよね。正直ね。言ってみなさい。あるよって。 ちちっちゃい頃小学校の頃を盗んだことあるよってええー、金貨盗んだよってええー、いっぱいいますねありますとありますと書かれてますたくさんあなたそれ犯罪ですよええー、こんな結果になったらしいですいやーこれはひどい話ですよ ひどい話かっていうと賛否を呼ぶんだけれど「ライブドアニュースさん」地震直後輪島の民家侵入ミカ6個持ち去った大学生に有罪判決懲役1年6ヶ月執行猶予3年男は1月5日玄関扉を縛っていた日もほどいて民家に侵入。 裁判官は、能登半島地震直後の混乱下に被災者の宅から食料を盗んだとして悪質という他ないと非難したと。いうことで、懲役1年6ヶ月ね、えー、執行猶予3年がついたそうです。この懲役刑は、この刑は、ほぼ覚醒罪と同等という刑になりました。重たいね、これ。 ねえ、罰金じゃ済まなかったってことですよ。みかん六個で。まあ確かに、ガチガチに玄関をまっておいてね。それで、ひ,ひど、あの、紐届い、紐届けて、紐ほどいて、そっからみかん六個盗んでるわけだから、まあそう考えると悪質か。うん。ね。確かに。 でもまあでも罰金刑だろ普通は、ね、違うのかなやっぱ盗んだものじゃなくて盗んだやった行動とかそういう部分がダメってことなんかなはいでもそんなことを考えると政治家たちがやっていることはクソだからさなんで軽い罪に、ね、なってるのか俺にはわからないよねやっぱり日本はあの 法治国家じゃないなと感じてます。ええー、忖度ありきだなと,と。他の男らもまた捕まったなっていうことではい。まあそういうことですね。ええー。中国では死刑。はい。じゃあ次のニュースいきます。ええー。梶輪の泥棒は、ああ、そうなの、罪が深いんだ。 えー、次が、最近のガキはどうなってんだあなたたちのお子さんは大丈夫ですか中学生二人が大学生を殺しました。こんな事件があったそうです。いやー、最近の子たちはどうなってるのえー、えー、ライブドアニュースさんから。 強盗致死、えー、容疑大学生転落死で中学生2人を逮捕大阪男子大学生から金を奪おうとして逃げた大学生をビルの屋上から転落死させたとして父兄は14歳で15歳の中学生の男女2人を逮捕当時13歳だった男子中学生を児童相談所に通告したと。 いいうことらしいですやばくない強盗の上にさらに死まで追い込んでるんだよ。こりゃ相当の何て言うんだろうえ相当の凶悪だよこれ。あんまこんなこと言いたくはないけどもうね人を殺したら死刑でいいと思うんだ。でこの子たちは未成年だから許してあげてっていう人いると思うけど。 死刑でいいんじゃないかなうん。強盗の上にね、ね人殺しなんだから。それはないな。まあ、少年法があるからな。守られると思うけれど。で、この男子大学生ね、亡くなっちゃってるけど、あの、抵抗できなかったのかなうん。しかも女男でしょ怖かったのかな ?13 歳の男の子。 そんな強いやつだったで、ね、13歳で小6ぐらいでしょ中1とかたいなんか対抗できなかったのかな犯行とかうん俺ならねこの男女2人が俺にお金払えって言ってきたらぶん殴ってボコボコにしてるけどねお前こそんな口の利き方いいんかっつって。 おん。逆にぶん殴ってるけどね。無理か。折ってやれいや、折るとかないくて、教育としてね。ムキムキの中学、13歳って、13歳雑魚じゃん。大学生ってことは二十歳ぐらいじゃないの。ね。負けるか、そんな弱かったんかな。 握られていたんだよ。そうなのだから多分カップルかな男女ってことは。うん。いや女も殴ってるね。おバチンって。こんなことしちゃいけないでしょうがっつって。俺は教育してるよ。うん。一発じゃないね。五発はやってるね。男女、ね、平等です。 あ三3人なの男女え二2人って書いてなかったえー、?13 歳男女2人。あこの時は3人ってことね。なるほど。ってことだから皆さんね特にお子さん持っている方あ大丈夫ですかマジで。 マジで聞きます。あなたの子供は本当に大丈夫ですか人殺しになってませんかえー、子供が半グレ、まあ子供がね、こうやって、なんか、不良になるのは人間関係からって始まりますからね、これ。気をつけてくださいね。じゃあ次のニュースいきます。あ、独身ですか。 えー、次が、ええー、まあ、これはちょっと羨ましいですね。看護師さんとね、患者の禁断の行為です。こんなことがあったそうですね。本当に。だよ。クロムパーツさんありがとう初有料アイテム大サーいありがとうございます。いやー、羨ましいわ。 えっとこれじゃないなこの上か患者と性的関係を持った看護師を懲戒解雇神奈川県立精神医療センター神奈川県立病院機構は5日 県立精神、えー、医療センター横浜市の男性看護師29が女性患者と性的な関係を持ったとして懲戒解雇処分として発表したということです。あ逆か。まあそれでも羨ましいわ。おお。看護師さんが患者にね、性的な行為をしたらしいです。でも無理やりじゃないから。 まあ恋してたんだろうねこれええー、精神ああそっか精神科だから女の子は判断が鈍ってるからさそういうちょっと判断が鈍ってるとこついて抱いたってことかこいつゴミだなじゃあえー、えでも夢だなあのさまあちょっと エロアニメ見すぎなんだけど、ね、病院入ってさ、ベッドに入って、さ、おしっこ取りますよ、つってね、尿を持ってきてさ、あれあれれれ大きくなってますね。これじゃあ、きついんじゃないのとかね、言われてみたいよーそんなのないうーん。ないか。いないリスナーさんで。 そういういい思いしたことあるよっていませんかあれれれこんなに大きくなっちゃってっつってえー、あ結構いるんだこれ羨ましいわで俺はこういうんだよやめてくださいとええー、めちゃめちゃ美人なね女の子にいじめられるんだよ 夜中お仕置きだねとか言われてね。ないかもういい、その話は。あ、そうですか。まあ、そういうことです。じゃ次のニュースいきます。次が、これですね。なんか、リスナーさんから、パルパル出ていたよっていうね、写真が送られてきました。よくいや、これもちょっとね、悪質ですね。えー。 容疑否認。16歳の女子高校生を風俗店で働かせたか、経営者ら4人逮捕。高校生は面接で生年月日を改ざんした保険所の写真を見せ、容疑者らは実物の身分証などで年齢確認をすることなく採用した。高校生はメンズ地下アイドルの推し活のために働いていたということで、 えー、一応犯人の二人の顔が、まあ、投稿されてるんですけど、その一人が俺に似てると、ね、言われてる似てないですね、これ。どこが似てるんだよ。おい。似てないだろう。ちゃんと見、見比べてくれよ。全然違うだろ、お前。 ねえ。これあ。ちょっと似てるかな、でも。うん。まあ、俺がちょっとね、あの、痩せている時だね。坊主で。あの、写真探せば似てるやつ出てくるかも。01とパル <laughs> ちょっと、01では似てなくないこの白い服の。ねえ、こう目つぶってる人でしょ似てないでしょ。ちょっと。 似てなくないうん。な、もうね、結びつけないでほしいね。ロビンソンさんにも似てないでしょ。あ、ワンチャン似てるか髪型がね。わかるかも。うん。俺とロビンソンさんのツーショットか、これ。まあ、そういうことがあったということですね。じゃ次のニュースいきますね。 はいあ次があらあらこれはびっくりですはい大阪の王将でナメクジがたくさんいるとツイッターで告発した男が逮捕されましたどうやら嘘だったということが判明しましたね大阪の王将っていう中華料理店のねチェーン店なんだけど その店でナメクジが大量発生してるっていうふうに言ったらしいですはいそれで嘘だ嘘の通報で嘘の投稿をしたっていうことで逮捕ですナメクジが大量にいると大阪の王将を告発した男25歳の無職が偽計業務妨害で起訴され全国に顔をさらされるということで逮捕されましたカナカな君くんですね 大阪の王将だよ。どの王将って何え、大阪の王将と餃子の王将でしょ ?2 つあるけど、大阪の王将だよ。大阪の王将知らないもしかして。関西だっけええー。大阪の王将で、え、大阪の王将ってあんのこれ2つなんか似てる名前があんの知らないわ、それ。 大阪と京都がある。え、そうなのええー。まあ、どっちともよくね。うん。ってことですよ。中村くん似てないでしょ。どちらかっていうかかなかなくんじゃないっていことですね。じゃあ、次のニュースいきます。え、次が、昨日中村くんも取り上げていたんですけど、TikTok がなくなるかもしれません。 えなんとこんな記事がね野田総理の方で投稿されました「TikTok 終わった」「アプリや Google など AppleStore が TikTok を提供してたりバイトダンスが管理するアプリにウェブ ホースティングサービスを提供したりするのが違法になると。まあ、どういうことかっていうと、Google の Apple Store とかね、えー、あとは Apple Store が、えー、今後 TikTok では販売されなくなるってことですね。はい、米国がねあの、提供しているサービスが、えー、それにアプリとしてダウンロードができなくなると。そうなってくると、日本にも。 まあね、できなくなるわけですから。はい。TikTok は消えちゃうんじゃないかっていうふうに心配されてます。はい。で内容としては、まあこんな感じですね。ちょっと難しいんですけど、これかな。 国家安全保障上のリスクをもたらす恐れのあるアプリを指定する権限を大統領に与え、売却に応じない場合はサービスを制限したり禁止したりする可能性がある。年間アクティブユーザー数が100万人超え、外国の敵対団体の管理下にあるアプリも対象となる。TikTok の広報担当者は法案について、 同アプリを全面的に禁止するものだと反発1億7000万人の米利用者にとって言論の自由を保障する憲法修正1条の権利を踏みにじり、えー、500万社の中小企業が成長と雇用の素質に必要としている、ね、ちょっと難しいんだよねえー、えー プラットフォームを奪うことになると主張しているということです。はいまあ、これじゃよくわからないんで簡単な説明のやつをちょっとピックアップしますね。まあこういうことですよ。エネルギー商業委員会の公聴会で7日に、 審議するるる予定で採決される可能性があるギャラガーシーは中国共産党と決別するかそれとも米国のユーザーへのアクセスを失うかこれが TikTok に対する私のメッセージだと述べた法案はバイトダンスに対し165日に、えー、TikTok を売却することを求めている売却しない場合はアップリやグーグルや Google など Apple アプリストアが、えー、TikTok を提供したりバイトダンスが管理するアプリにウェブホーィングサービスを提供したりするのは違法になるとアプリ利用者に対する法的処置は盛り込んでいないってことですなので、まあ、どういうことかっていうとアップルストアに TikTok が乗らなくなるってことですよはい米国はね中国のねこれあのーまあ、アプリですからえー、まあ 情報収集のとってうってつけなサイトだとそれを軍事的に使われるのは懸念してるわけだよだから我々に売りなさいっていうふうに言ってるんだよねだけれどバ,、ね、バイトダンスはまあなんか拒否ってるって感じですねはいどうなるんだろうまあ約6か月はあるからね 6ヶ月以内に TikTok は何かしらの対、こうや対処をしないと、まあ消えちゃうね。だから余命6ヶ月です。アメリカ禁止アメリカ禁止のとこがあるだけ。うん。全、全部が禁止じゃないからな。そう。地域によって禁止なんだよ。アメリカ VS 中国だからね、戦争っていうものではないけれど、 まあ今、ね、最新テクノロジーの戦争だよ、お前。そうだろバイトダンスっていうのは会社だね。うん。え、どうなの俺今から TikTok やる気出してるのに。TikTok。やだよねこれでお前潰れたらどうするの俺。日本も禁止した方がいい。もう日本は別にいいじゃん。禁止しなくて。 だって、もうスパイいっぱい入り込んでるらしいじゃん。なんか政治家にもスパイいるって聞いたよ。ねえ。バイ国道のやついるって聞いたけどね、もう犯されてるんだよ。日本は。別にいいじゃん。スパイでだらけで。どっちみちこの国は政治家たちによって終わるんだから。ああどうにもならんよ。 売国土だらけはい。えってことですねいや。俺はスパイじゃないですよ。あのー、まず国が俺を選ぶと思うかうん。俺を選んでスパイにするしないよねまあ、熊に一回北朝鮮のスパイだっつって、 いきなりね、朝起きたら1週間後いなくなってたっていうのはあったけどえー、1週間いなかったマジでスパイだと思ったらしくて友達に家にいたって言ってたんだけどまあそういうふうに疑われたこともあるけれどスパイじゃないんでね,ねえ勘弁してくださいよまあそういうことでねふわっち、ね、社会的ニュース 終わりですためになったねためになったでしょう、えー、じゃ、ここから、ふわっち、本寿司ですね。ふわっち、大炎上。ニュステースです。よろしくお願いします 言ってることがバカすぎるな、大丈夫か、お前。4 5号さん、俺、あなたの頭の状態が心配ですよ。あのー、僕はね、ちゃんと日本語で喋ってて、論理的にね、知能を持ってね、喋ってるんで、俺の言葉が理解できてないんだったら、ちょっと、あのー、病院を進めますよ。わ、えー、かりやすく説明してるんでね。あの、わからない内容を俺は一回口に自分の中に入れて、 食った後にみんなにまこう出してあげてるんだよ。わかる食べり、食べやすいようにね。そんなこともわからないのか、お前。<laughs> 皆さんナイスよろしくお願いしますねええー。イベントもよろしくねイベントはもう壊滅です。ええー。あのー、終わった後ね、イベント、ちょっと聖杯持ってる方いますかちなみに。ええー。 あの、閲覧が多い時にやりたいんですけど、持ってるって方いますか聖杯一応ね。あ、誰したいないとええー、終わりですね、じゃあもう。じゃあ、ふわっち大炎上ニュースです。じゃまず早速一つ目のニュースから。はい。 えっとですね。とある配信者が自殺をするかもしれません。皆さん、連絡取れる方がいたら連絡してあげてください。こんな投稿がありました。いや、心配だね。この方です。もうストレートに書いてます。はい。 パンコさんです。ね。最新のツイートにて、自殺しますと書いてます。パンコさんどうしたのその連絡先し、あのね、つながらないんだよ、うんだ。誰か連絡できる人連絡して。もう匂わせも何もなく、ストレートに書いてる。あの、配信者は、本当に、 あの強く見えるけれど死ぬ時は死ぬんだよあの自殺者配信でたくさんいるからね病気で亡くなる人も多いけど事故もあるけど自殺の方が圧倒的に多いからねうん配信者の自殺はちょっと心配ですねパンコさんがそう鮫島さんとかねうん サメちゃんが死ぬと思わないじゃん。そうでしょ一生ずっと、ね、サメ島さんは自由に生きていくんだなって思ったわけじゃん。そう思ってたのに、首つって死んじゃったからね。うん、R さんもね、死ぬと思わないじゃん。首つって死んだからね。いっぱい亡くなってるよ。だから自殺って。コウもそうだけれど。 あつきちゃんもね、やばいよ。最近、パルちゃんの夜の放送見ないです。あ、すいません。ちょっと病んでて、最近。今日からし、しね、復活するんで、安心してくださいね。はい、ってことで、まあ、とりあえず、パンコさん。自殺しますという、ね。ツイート、投稿されました。 病院は病院でも死最近、たるちゃんの夜の放送見ないです。その後、病院に行かず、経済的に圧迫したようなもんだから、ジュイね。え、これ、肉とみちさん、何を言ってるのこれは。頭おかしい人じゃん、普通に。読み上げて俺がバカでした。もう読まないから、お前のコメント。肉とみちさん。意味不明すぎるから。なんだこれ いや、いるんだよね、本当に。頭おかしいやつが。病院進めるよ。肉と飯さん。タンパクが足りてない、タンパクが。まあ、そういうことです。じゃあ、次のニュースいきますね。<laughs> 昨日、ウラパル見ましたよ。ありがとうございます。嬉しいです。えー、次が、うわー、これはちょっとびっくりしましたね。 えー、ニコ生の話なんですけど、ポンちゃんさんが約ね、60万ぐらいの稼ぎをしたらしいんですって。はい。おとといね。で、昨日、なんとその60万円が消し飛んだらしいです。足抜きさんから。えー、稼ぎが消えた。以前の配信の獲得予定がい1円から2円になっていると。 コメント欄の意見では、不正なクレジットカードの使用か、マネロンと予想、イベントランキングが1位のままということらしいです。えー、ニコナモのバグなだけこれ、治ったのいや、これさもう、すっごい深刻なことだと思うよ。投げてもらったお金がさ、1円2円になるって、そこはちゃんとしないとね、バグであっても。 ああ怖くない最近はフワッチではベトナムのね、方がさ、4人集まって、マネーロンダリングみたいな動きがあるじゃん。だからちょっと怖いよね。いや、盗まれた人もいるからね、ちなみに。うん。ヒドンナさんだ確か盗まれたよね。金額は言ってないと思うけど。 ポイント取られたみたいな。何人かいるからね、これ。気をつけないとね。最近、電波の障害が多いな。ドス攻撃だね。うん。あれは何なんいや、おからん。何なんか。あとは、あきこマまが、これはポイントじゃないけど、銀行から抜き取られたりとか。うん。フェッシング詐欺にあって。だから、あの、 目の前に見えてるものが詐欺かどうかっていうのはリアルでわから、で、ね、わかると思うんだけどネットじゃわからないからね。みんなも気をつけなね。はい。っていうことです。お釜はさ、お釜って下げられがちどうなんだろう確かにお釜系多いね。下げられたっていう人が。ゼロが大事な話があるって電話したらもう終わったよ。 お大事な話があるっていうのはちゃんと話したよ。いつの話してるんだお前。じゃあ次のニュースいきますね。はいえー、次が、えー、すいませんまた TikTok の話です。ごめんなさいもう多サイトの話しかないんですかね。えーまた あるでしょ復縁しました。はい。また。あるでしょ復縁しました。はい。これね、えみたろうちゃんと、うさまさん。喧嘩してね、子供が自走に行きそうだったんですけれど。次の日には。 仲直りということで仲良くね一緒に餃子食ってました。子供もその時いましたね。どうでもいい。まあ一応ね取り上げて言ったからさみんなに知ってほしいじゃん。誰だよわからないこれ。でもこれうさまってやつは結構なんかひどい男だけどね。なんか女の子？ ふわっちでも活動していた女の子と一緒にデートしてたけど、エッチやらしてくれなかったから、から車で送ってたけど、そこに、そこら辺にポッと置いてさ、置き去りにして、なんか帰ったっていうね、やっちょくんのツイートで見たけど。あとんでも恐ろしい男だよ。それが本当だったら。それは女が悪い エッチをやらせないだけでお前そんなお前そ,そこら辺にポッと置くなんてゴミじゃんラリちゃんそうラリちゃんああかわいそうじゃないタコシじゃないですそうかえどうなんだろうエッチやらせてくれたいなって雰囲気が出たら女の子あ降りろっつって ろしてそののままりするの鬼畜だと思うけどな、かなか。俺の常識が間違ってんのか、これ。<laughs> 山に置いていくうん。女の子は最低よね。男でこれは普通だって言ってる人はひどいわ。私も女の子味方だわ。本当に。あんたひどいわ。 カエル全くく見る目なくてそもそもユイガさんとね付き合ってる時に間に挟み差し込んでいた男と付き合ってるからねエミ太郎ちゃん誰でもいいんだよねこれあたり構わずね依存しやすいんだろうね男にどういうこといや結賀さんと一緒にねご飯行ってる時にこのうさまっていう人がいたんだよでうさまさんはエミ太郎ちゃんの方が好きなんだよ でがさん死んだ後ももうアタックして付き合ったんだよ。わかるだから、エミタロウちゃんはユイガさんの死に対して悲しみなんて一切ないんだよ。最後の女って言われてるけど。はい。思ってるだけです。まあ、付き合ってもないからね。セックスしただけだし。ユイガさんも、多分、そのセックスした後に、 聞き合ううはなかったと思うよじゃあ次のニュースいきますねはいえ次がああこれは、ね、最新情報なんですけどとある配信者がね出禁になりました <laughs> 俺と同じキンですその人の名前は カズ群想がデキンです。そ、なんでデキンになっちゃったのこれ。なんか祝電が多すぎて、なんかお店で配信しないでくださいって言われたそうですけれど。ええー、喜んでないですよ、別に。はい。だからね、香川さんと、なんかバトってんのかな香川さんがね、昨日こんなツイートしてたんだよ。 今日だなこの人って自分の店の名前は抽選券に書いてあっても隠してるのに大阪の店は平気で名前をさらして配慮とか全くしない人なんだなって思いました自分の店は極力隠してほしいと言っていたのにねとあの下の方に多分群想が、えー、このお店でねまああろう点でねやりますよっていうツイートがあったんだよ ねえそれで、ちょっと配慮が足りないよねっていうことで香川さんが苦言を呈している。一応、ヨッサンもね、軍装のせいで、え、なこれ、洗いてチャレンジャーは配信できなくなりました。警察の通報がたくさん入って、マナー悪いのかなと。ヨッサンもちくりと。二大巨頭のね、有名配信者が、 新井じゃなくて、去ってね。去ってチャレンジャーっていうパチンコ店かな。ね去ってチャレンジャーは配信できなくなりましたということで。まあ、二人の大物配信者たちが群葬に苦言を呈しているということです。はい。店を晒したのかよって、えっとね、こんな感じ。一応、宣伝もしてたと。 おはよう今日は養分と大阪で出玉対決するのよ。えー、事前抽選はクリア。9時に入場抽選に時間あるから昼食食べるよっていうことで、下の方に画像4枚ね、貼り付けてるんだけど、これかな <laughs> うん。まあ、このアローとか書いてるんだよ、画像に。 だからそれで特定されるよねって話して、ちょっと加賀さんに地区に言われたということらしいです。<laughs> はい。で、軍曹自身は、えー、一応養分にやったというふうに言ってましたね。はい。で、また店を変えて違う店舗で行くらしいです。ええー。ちなみに、俺と軍曹の違いを教えましょうか。 僕は、大きな声を出していて、店側が、ね、あの、注意をして、できんです。ええー。軍曹は祝電が多すぎてできん。この違い、ね、大事なんでね。質の違いなんでね、これは。はい。うまさぼうぼうで、なんかね、昨日、軍曹開つってさ、 なんかいろんな配信者たちが集まって飲み会があったらしいんだって。俺これ知らなかったよ。この群想会。で、政治も呼ばれてたらしい。この群想会。で、俺は呼ばれてないんだよ。めちゃくちゃ嫌われてんじゃん、俺。群想会。えぇ、ー、パチンコだって呼ばれてないし。嫌われてんだ、俺これ。 政治は途中で帰ったけどね。はい。ちなみに、その時の香川さんも、ね、あの、見ていたのかなうん。うん。聖が楽しそうじゃないって連絡やめてくださいってチクリ入れてました。はーい。そんなに何香川さんと軍曹ってバトってんのああ。お あの、香川さんを殺せたらもう怖いよ。もうね、俺は知ってるわ、ニコ生時代から。もう、ヘイトバビルになるからね、相手が。もう泥が重たいんだよ。ね、一発一発が重たいからさ、前歩きないんだよ、これ。ええ。今日もなんか朝、朝からめちゃくちゃディスってたって聞いた。 朝放送してたの香川さん。えー、粘着じゃないけれど、まあ揉めたらしいね。なんか TJ さんのやつで見たけど、香川さんの軍曹は揉めてるって聞いたっつって。えー、ちなみに、俺は軍曹と香川さんがどっちが好きかって言われると、香川さんです。軍曹か呼ばれてないし、ええー。 だから、香川さんが大好きですね。ええー。で、香川さんにはね、お世話になってるからね、パチンコプロライターになれるね、剣もくれたんだから、えー、なれるかもしれない剣を。めんどくさいやつかって言われる。でも俺ももし、香川さんと同じことになったら、俺も粘着するからね。うん、配信者みんなすんじゃないそんなもんでしょ。 tj さん入るで余計ややこしくなる ?tj さんが香川さんに連絡してたね。うん、まあそういうことで、軍曹さん、出禁です。出禁になりました。通報により。はい。ちなみに、あそこのね、アロー店はめちゃくちゃいいとこだからね。あの、一番でかいホールで一番客が入ってるから。大阪で。 間違いなくそこが出禁になるっていうのは痛いね1日行って1日で出んってうんで軍曹もっかりだよねそう,そういうリスクがあるっていうのがわかるからさホールでさ、ね、仮に養部に許可をもらったとしてもそうやってさ自分のアンチの多さがわかるからさそういうふうにやったら出禁になることぐらいわかるんじゃないのこれそもそもが ねえあこれね店名出したら出来になっちゃうなとか分からなかったのかな配信者の相関図を見てみたい全体の相関図作るかホワイトボードひ開いて祝電って嫌われる 祝電で嫌われるのか軍曹は。軍曹は嫌われてるよ。うん。まあどうなんだろう今はどうか分からんけ昔はすごかったね。うん。ってことですよ。まあね、あの、中絶の件があってさ、それでお姉ちゃん使ってなんか枠やってたじゃん。ふわっちでね、そっから追決に移行したけれど。それでめちゃくちゃ叩かれたんだよ。 だその時アンチはひどかったなっていう感じ今は分からん、うん、そういうことですねじゃあ次のニュースいきますはいえ分かんない今やってんの軍曹 <laughs> 軍曹今やってるな行行ったあれ 何軍曹、あれか。出来にならなかったの結局。パチンコ打ってんじゃん。えー。違う店舗行ったってことあ、違う店変えたんだ。なるほどね。じゃあ、俺もちょっと顔出そうかなぐらい思ってたからね。まあ、いっか。 なんで俺呼んでくれなかったんだろう。ねえ。まあでも、アローだから、できんだから、できないと思って気遣ってくれたのかなこれ。ああ、そういうことそういうふうに思っとくか。まあ別に軍曹と仲良いわけでもないしな。じ <laughs> ゃ次のニュースいきます。まあ嫌われてます。えー、次が、あ、 なんとですね、これはびっくりしました。はい。忍法さんがね、とうとう運営から警告をくらったそうです。これですね。減りすぎは注意ということで、はい。まあね、まゆちゃん、まゆちゃんって言っていた任法さん。そんな任法さんが、こんなね、運営から警告が来たと。 運営により配信を停止しました。出会い、彼女、ね、彼氏募集や性的な恋目的などの目的とした配信をおやめください。同様の恋が続く場合はアカウント規制いただ,きいただく可能性がございます。よろしくお願いします。ということで。はい。まあ、番にはなってません。ただの警告です。まあ、まゆちゃんに対してね、なんか言っててさ、そこから来た感じだね。 マユちゃんにも敬語来たんだ。ええー。ちなみに今はマユちゃんは、その、マ、ま、ユちゃんに対して熱い思いをね、昨日言ってたんだけど、最新の情報によると今はねむこさんが好きらしいね。うん。コロ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 お前、まあ、好きなやつが変わるな、これ。男じゃないね、これ。誰でもいいじゃん、こんなの。 ちゃんっていう女の子になんかシフトチェンジしてるニコ生の人だね有名な DT? 風俗行ってるだろ素人童貞じゃないのただの風俗行ってないのかな本当に童貞なの絶対童貞じゃないでしょ風俗行ってるよ 俺は風俗でソープ行ったらもう童貞じゃないと思ってるからだから素人つけてあげなよ童貞ってなんか童貞は本当にやってない人のこといいじゃん風俗行った人はもう素人つけない素人童貞そっちの方がなんか格が下がるじゃん <laughs> ねそっちの方がいいよいや分かんないけど じゃあ次のニュースいきます。はーい。<laughs> え、次がね、あ、なんとですね、マガザスさんからタレコミですね。はーい。あー、じゃ、まあ、名前言っちゃったからいいけど。あの配信者からね、タレコミが多いんですよ。ありがとうございます。これですね。 名前出しちゃうんですけど「こんばんは」「情報提供です」「空白さんが配信1時間過ぎたあたりで閲覧10人前後でした」「結弥さん事件やってた頃は閲覧4桁の時もあったんですが改めてゆいがさんの偉大さが分かりました」という画像がなんか来ましたねはいこうやってね配信者の方がね送ってきてくれる助かります」「真さんありがとう」あ 空白閲覧10人なんだ反動がひどいねだからやっぱ結賀さんの考察に魅力があったけど空白という人間には魅力がなかったってことだろうねだからあまり結賀さんの考察しなくなっちゃったからあのリスナーさん飽きちゃっていなくなっちゃったんだろうなうん空白っていうのは結賀さんの考察で一斉風靡させたね考察配信者だね マガダスもそんなもん。マガダスでも20人くらいいるけどね。ちなみに俺空白にブロックされてた。ブロック。謎なんだけど。俺さ、別に俺も言ったけど、空白から言ってきたんだよ。で、俺言い返しただけなんだけど。それでブロックされるって意味がわかんないんだけど。お稲荷もブロックされてる。ってことですね。 じゃ次行きますえ。次が、あ、なんかリスナーさんから送られてきたんだけど、なんかペットをなんか捨てた人間がいるというタレコミがありました。はい。まあニコ生の話なんですけれど、まあ、そのまま読み上げますね。 で、ニュースにもなったそうです。こんばんは。匿名希望です。ふわっち A1 配信者で、現ニコ生配信者の、コブリュウさん、桑名市し、えー、たど町在住が、3月3日の4時頃に、ジモティで体重80キログラムの豚を引き取りました。彼は生活保護なのですが、 それを隠しており、また、譲渡契約書などの、えー、書類など記入もせず、ジモティの規約違反もしています。思っていたよりも大きく、匂いも臭いと言ったまま配信を切りました。そして、7時頃に配信を再開すると、暗い夜道を歩いており、リスナーから豚はどうしたと問われると、逃がしたと笑いながら答えたまま画面がフリーズ。そして、 8時頃には家で配信を続けるものの何も話さずそのまま寝配信まあ豚のペットを飼ってたらしいですねえー豚うんでえーっと <laughs> あれ 俺、スクショしたはずだけど、下の方も、あ、これか。何も話さず、そのまま寝配信しました。リスナーの間では、本当に捨ててきたのではないかと騒ぎになっていたところ、中日新聞の X にて送った画像の通り、桑名市の多度にて、黒い豚が、ね、発見されたとのニュースがあったと。 生き物を遺棄する行為は犯罪であり、近隣住民に危険です。ということでね。ニコ生で、ふわっち A 版配信者の小ューさんが豚を捨てたかもしれないというね、話が舞い込んできました。で、小ューさんがね、配信で見せた豚がこれです。はい。え、俺じゃないんだよね、これ。いいですか この豚ね、覚えておいてください。はい。で、ニュース、あのこれですね。中日新聞のほう。事件記者メモ。道路で豚がクワナショが捕獲。家畜かペットか心当たり当たりある人からの連絡待っていますということです。 関連あるのかなこれ。どうなんだろうビンゴかええー、本当に捨てたってことこれ。豚を。ミニ豚。だから、だからミニ豚じゃないけど、ミニ豚っていうことで、これミニ豚マイクロ豚らしいよ。うん。で、でかくなっちゃって、 きねあのー、引き取ってくれる人を探していて、この小武竜さんが引き取ったって感じなんだよ。であまりにもでかすぎて臭かったから捨てたってことですね、多分。生き物で遊ぶなうん。生き物で遊ぶんじゃないよマイクロ豚とかミニ豚はでかくなるよ、結局。うん。普通に豚になるよ。 いや、小ュ竜さんの LINE 知らないんだよ。でも多分、小ュ竜さん捨てたんだろうね、これマジで。頭おかしいね。ふわっちの A 版になるぐらいだから。狂ってるわ。あ、そうだね。ジモティって生き物を扱うんだね。生き物の売買もできるんだ。ありなの、それって。売ってないのか。譲り渡すみたいな感じかな、ジモティってのは。はい。 いやこの子は多分処分行きですね助かりません説明の意味がわからないアップルの話は言うと小さんがジモティーっていうサイトで豚を買いましたそれかもらったかでその豚をもらったのはいいがでかすぎて臭くて耐えきれなくなっちゃってねそ,その日か 1>, 1週間後ぐらいかわからないけど捨てに行ったんですよで。配信で捨てちゃったよ、あははって笑って配信が切れたと。その後、えー、3日ぐらい経って中日新聞の方で豚を確保、桑名市で。で、この方は桑名に住んでいる方。なので動物を飼って捨てたということで犯罪なのではないかって話ですよ。いいですか ちょっと待って、俺も黒い服着て、やめてよ、これねえ。犬のね、キャラクター入ってるけど、黒い服だよ、俺も。動物愛護団体出てくるよ。で、生活保護なんだね、小武龍さんって。俺、見たこともんで、聞いたこともないけど。佐藤茶ちゃんは、そんなことしないよ。 いくみたいな言い方しないで佐藤沙ちゃんが。ってことです、はい。じゃあ本タイトルいきますえー、本タイトル。とある配信者が言っていいのかなこれ。うーんもうほんとどうなってんのふわっち。フワッチ本タイトル とある、と、とある配信者が逮捕です。なんとあの配信者が、ふわっち配信者が逮捕されました。はい。俺も驚きましたね。まさか逮捕になるなんて。有名な方だと思いますよ。ま、あでも、うーんー、知ってる人は知ってるって感じかな。 今月何人逮捕されるの俺が知る限り3人逮捕される、されてるね。はい。その人の名前はなんと、なんだーナイスいいですかちょっとすいません。700ナイスくださいお願いします 押してってくださいーいはい。で、皆さん、もう僕、やばいですわ、ふわっち。イベント、応援、ダメですか、ちょっと。聖杯持ってるよってしていませんかもう、応援もされなくなっちゃった、イベント。 いません応援するぞって人。総合ランキング100位なんだけど。ただの閲覧多い,多いだけじゃん、これ。聖杯を持ってる方いませんかこれ。聖杯を持ってる絶対そうでしょ、これ。たぬきだから。 有料3つだよ、お前。まあいいですけどね、もう。ええー。この制覇やめるか、ちょっと。今だやめれるよね。うーん。恥かくだけだし、これ。やめるかも、もう。制覇意味ない今からだよ。 どうせ、飛ばないよね <laughs> ええー、やるかうん700ナイスなのでお願いしますね190人の方。 ええ。まずね、無料も投げられてないんだよ。そこもね、びっくりこいでるんだけど、俺はね。無料が。有料とかそんなレベルじゃないんだよ。もう無料が飛んでないんだよ。あの、4000人ぐらい、つなあったでしょ今日。その中の無料のアイテムが少ない5じゃね もうダメだね、これ。死ねってことだよ、これ。死ねって。いつか飽きるものだよ。確かに。ええー。つらいなーねえ。 辛いものがあるよねなんとかならんかこれカテゴリーが無理かかぶってる だよこんなん。パジャ頑張ってありがとう同じカテゴリー関係ないよ。俺の、俺のリスナーさんがいるんだから。誠司とね、洋文とか、隆のリスナーとか被ってないから。そこは。被ってないけれど、離れちゃったってやつかな。うん。 いやでもやるからもうや、やるからにはやるしかないよ。せめえ、ナイスだけ押してってね。うん。ら早くナイスでいいですか。哀愁漂うね。俺なんですけれど。ええー。いいですナイスだけください。ブロックしてないって言っておくけど。 ブロックしてる風に見えてしてないから。だから俺ブロックリスト、あの、アカウント出してるやつ、過去のやつ入れて、10人ぐらいしかいないよ。荒らしてるやつ以外。はい。700ナイスでね、やるんでね、よかったら来てください。 10個ナイスうわ、嬉しいわーああ、もう嬉しい。うーちゃんありがとうね。ありがとう。うわ、もう、真のリスナーさんではもう涙が、本当にこれちょっと見てほしいけど、マジでちょっとキュ,キュンってきた。母親が死んだ以来からちょっと涙出してなかったけど、ねちょっと潤ってきちゃったよ、これ。ありがとう、うーちゃん。 潤ってきた、今。冗談抜きで。3発ありがとう。元気出して。あー、ちいちゃんもありがとう。潤ってくるて、ね、これ。汚いねえ。いいんだ。別に汚くたって。汚くて泥くす。ね泥まみれでもいいじゃん。 オリーブちゃんもありがとうはい。応援するぞ。ありがとうございます。本当に。で、あの、良ければね、あの、聖杯が当たる可能性があるんですよ。その聖杯を持ってる方いたらくださいね。ええー。良ければ。あ、ムーチャミンさんもありがとう。うわあ、すごいたくさんありがとう。うわあ、もう本当嬉しいよ ぐるってくるれありがとう涙が出ちゃうほんとに頑張るありがとうございますこういうところがダメなんだよねどういうとこで指摘してるの何目線だお前頑張ってねありがとう熊う、ま、嬉しいわ そうだね。人が多いだけだもんね。俺泣くわ。うん。最近、あまり応援されてなかったからね。嬉しいよ。ありがとうございます。パルパルを応援する。ありがとうさーつー。ワウーちゃんもありがとうね。ええー。ああ、10発ありがとう いや、うーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。いやー、嬉しいわー。ねーマジでこうやって支えてくれるリスナーさんは、もう絶対に話さないし、見放さないし、ね。絶対にもう、ついていくよ、もう。真のリスナーさんだよ、これ。こんな応援してくれて。うん、ありがたいよね。 なあ,あ、ミミちゃんもありがとうええ。メタルが養分のツイキャス投げてた別に投げててもいいじゃん。一応そんな報告いらないんだよ。マーさん、ありがとう !700 ナイスでね。誰が逮捕されてか言うんでね。お願いします。またね。 誰やこれ。はのまゆさんうん。10個ナイスありがとうおにさんもありがとうああ嬉しいわもうたくさんほんとありがとう助かるわもうつらかったからもう。 えー、あ700百ナイスじゃあいきますはいとある配信者が逮捕その人の名前はなんとなんとこの方々ですえ瓜、ー、田淳士さんから、えー、報告があったんですけれどこれですね えー <laughs> あれこれかあちょっとあのー、まあ自分で調べてくださいねサップ西成さんが逮捕です はい「ブレイキングダウン」にも出ているサップ西成さんフワッティにもデビューした方なんですが最近ねこの方がなんと逮捕されました瓜田淳さんからの報告で、えー、シェンロン、えー、サップ西成大輔っていう3人が逮捕されたらしいんです 内情の内容としては脅迫罪らしいですね。だからまたふわっちの仲間がね、失いました。ニュースにはなってないんですけど。はい。大介もそう、大介も。昨日した大介じゃないんでね。配信者じゃないだろし何も知らないんだね。サップにしなりゃふわっち配信者だよ。 前やってたから。知らないの。ちょこちょこやってるけどね。これだからね、知らないやつは困るんだよ。もうやってんで見てないだけよ、お前。ね。3日前ぐらいがや、日前もやってたよ。確か4日前か。知らないの。何のマウントだよいや、だから知らないらしいからね。 まあ、とりあえずフワッチャ配信者は逮捕だよはい逮捕ですなのでね中ちゃんねシロ君そしてねボブサップ西成ね逮捕です3人逮捕されたということですはいまあそんな感じで今日の本タイトルでしたありがとうございます ってことですね。理由はさっき聞いてなかった脅迫だって。ね。脅迫。なんか、ブレイキングダウン、だだブレイキングダウン同士の身内の争いだよ。うん。まあ、売りた純士さんのやつ見れば分かりますね。毎回つまらない。じゃあ見なくていいわ。お、ま、前、あ、関連ブロックね。ちょっと関連ブロックオンにするわ。 いらないよ、お前。うざいから。ええー、マイケルしつこいんだよ。見に来るなよ、じゃあ俺の枠に。シンプルに。何お前人の枠来て文句言っとんだ、お前。何様なんだよ、おい。おい、NH、もう関連も二度と見せん。うん。邪魔なんだよ。 きてケチつけやがって消えうせろよお前あきとくんはブロック解除しませんあらすからだからなんて脅迫したんだろうって瓜田潤二さんの YouTube 見てくださいいいですか山田大沢の件やってません あれ嵐じゃないだろつまらないって言ったらブロックだろお前邪魔なんだよ善一くん善一くん俺が一緒に行った合法カジノバーを違法カジノバーだと思ってなんか警察に報告しに行ったらしいよねこれもちょっと心外だけどね善一普通に みんなが心配するから行ったって言ってるけどアホじゃないよええ電話番号を教えたってなんかツイートで見たよ放送もがっつりやっててさそれでお金もかけてないの分かるのにそれでお前ねえ 友達を売るなんてひどいよはっきり言うけどもう全員と遊びたくないねああ、何を考えないあいつは花火飛んでたありがとうございますあ首の川さんとマー、まあ、さんありがとうね えー、いや何か書いてた善くんちょっと心外だったけどね普通に弟あの俺より年上なんだよ善くんそういうとこあるよな基本的にはね善くんあのなんかちょ善くんの検索出てこないなこれ。 全員つくんでよえ切られたけどなんだこの野郎立てこもり住居かこの野郎 あれって,れてあ、ゼンツくんうんあのなんか警察行ったって聞いたけどそうなんだよどういうことそれ意味がわからなくて友達を売ったってこといや,いや売ってないよ俺,俺のことしか売ってないよ 俺のことしか言ってないよ。うん、え、俺が紹介した合法カジノ場を疑ったってこと？違うよ。え？俺は大丈夫、俺は大丈夫って言ったんだけど。うん。もうリス、リ、リスナーさんがみんな違法だ違法だって言うね。おお、うん。だからそうじゃないっていうね。うん。ことを証明しに行ったんだけど。 あリスナーさんに言われたってことそういや俺はい,いや大丈夫だよっ、うん、合法だよって言ってたんだけど<っ>みんながなんかダメ違法だよ違法だよって言うからで配信外でわざわざ言ったってことうんそれなんか失礼じゃないかないや失礼いやお俺を いや俺は大丈夫っって言ったそれはもういじってるって分からなかったのガチで受け止めたってことそれうリスナーさんのいじりがいやいじりじゃなかったいじりじゃなかった<な>何て書かれてたのいやなんかいやそれは違法なんだよみたいなあの、うん、なんだあれじゃん中でお酒の,あのチップで飲めたりする、うん 言ったんだよ俺うん,うん,、うん。それがアウトって言うんだよだからそれ言われたからあそうなんだと思って警察に俺「俺近くのアミューズメントカジノ行ってそれで違法なんですかね?」って聞いて電話番号も教えたってこと、うん、そう全部俺の個人情報、うん、住所も全て教えたよでちなみに警察は何て言ってたの いや警察は違法か合、うん、法かどち,らどちらとも言えないって <laughs> あの危険だと思ったら自分でやめといてくださいって、ね、あ言われたのアミューズメントだよわかってるいや,言いや俺言ったよだからアミューズメントカジノですって言ったんだけどうん グレーゾーンって言われたのグレーゾーンっていうかなんか言ってみないちょっと合法のところでやってもってあのねあのアミューズメントは警察が4回来てるんだ配信してね我々が、うん、捕まってないのは証拠だよこれだから平気だよね平気だデンツ正直に言いなよ配信のネタネタのために行ったって違うよ本気で心配になって行ったわけじゃないでしょ 配信のネタのために行ったんだろ、ね、ネタじゃない本当にみんな、だって本当に捕まる捕まる言うんだもん。捕まんないよね。だからいい気はしないよね。一言ぐらい会ってくれてもいいよね。だって、アミューズメントのカジノバあるんだって紹介している人間がいて、そして、ね、楽しくやってさ、その後に、 で何もお知らせもなくさ「警察行ってきました」なんて書かれてたら「えっ?」てなるのが分からなかったあ,あそそれはごめんね善一くんいやいやでもあの俺のこ俺一人で行ったって言ったから疑ったってことでしょちょっとはいや疑ってないよ俺は大丈夫大丈夫だと思ったよほんとかいや俺は大丈夫だから、まうん、あのすごい。 ほんとにリスナーさんリスナーさんの言葉を信じたのいや信じちゃったいやだって本当にみんな、うん、こあのたヌきだけじゃなくて名前付きでもみんな言う,言うからあそうなんだうんじゃあもし捕まるなら一緒に自首するかじゃあ二人でいや捕まるわけないよ捕まるよもういや,つかいや俺は捕まるよもう楽になりたい捕まるかいやなんで捕まるっつったら楽になろうよ もう行こう捕まりに行こうもうかまるっつったらへ変なカジノみたいじゃないほ本当に普通に合法のカジノ。じゃあ自しに行こうもういや自習しに行かないよ行こうよもだだ,だ,だ大丈夫だよ全鈴く君とならいいやもん番になっていいやもんフワッチいやちょっとや,やめてよちなみに、ね、この方ねめちゃくちゃポーカー強いんだよ ね、あポーカーカ勝ちました3回ぐらいーー、ね、勝ったからね大通りしてたいやだからちょっと調子こいて俺タイトルでね「うん、ポーカーの天才」っていうタイトルしちゃったから、うん、それでみんなつ突っ込まれちゃって「な,な,なんだよ」みたいな、うん、だからうまいんだよねだからちょっと一瞬ながっちゃったよ俺は逆に普段日日頃からやってんなと。 いややってないけど、えー、あの昔違う昔あれなんだよちょっとあのニコニコ生放送の時にちょっと公式でなんかそういうポーカー大会にちょっと実況で呼ばれたことあってそ,それでやったことあったんだ忘れてやってんだろ裏の方でいや違うやってないよやったことないよ裏ではえ裏のぜ大助って聞いたよ俺はいや裏ではやったことないあそう分かった、うん まあちょっとそれがショックだったって話をしてあご,ごめんなさい,いやごめんねで<も>こちらこそ言っ,て言ってないです、うん、ならいいんだけど俺,俺だけまたよろしくねごめんなさいはいよろしくはい,いやすみません無限の彼方へはい行くぞ笑ってほらいてやれんの勝ってありがとうございます 絶対配信の値段のために言ったらこれリスナーの言葉なんて信じないでしょ。ね俺らがさ配信に散々やってきたらねそのカジノバーでさアミューズメントのそれで今更騒ぐかリスナーがね絶対善一君分かってたよね。もちもちフワッチカありがとう。 まあ、ネタ不足だから盛り上げるためにやったってことかな。ポーカー勝ちましたか全員つくに根こそぎ取られたよ。ああまあ、社長が出してくれたんだけれど、社長からもらったお金が全部ね、その、コインに変えるんだよ。お金でね。換金できないコインを。それ全部1万円からい取られた。全員つくに。全員つくにやられちゃったよ。 有料アイテム、ナイスありがとうキらラちゃん、ありがとうね。うん。ユーちゃんもありがとう !10 個嬉しい。はい。で、皆さんね。まあ、今、イベント中なんで、本当はここで終わりなんですけれど、良ければ応援いいですかこれこっから、底力見せてくれませんか 激戦区